作品の奥行きっていうものをすごく感じるなと思っていて、まあ、世界の主要都市でやってきたこのハリーポッターがついに日本にやってきます。絶対面白くなるに決まってるというか映画とかで知っているキャラクターその子供を演じさせてもらえるっていうのが本当にまず嬉しくて、ドラコ・マルフォイ役を演じます松田慎也です。マルフォイってまあ簡単に言うと悪役の方に入るじゃないですか。けどハリー・ポッターと同じぐらい強烈な葛藤を持っていて、でも年を重ねるごとにどん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 その自分の置かれている状況だったり自分の立場だったり自分の中の正義だったりみたいなものがに疑いを持って、そこの葛藤っていうのがすごい人間らしくて、悪役を演じるっていうことは一切なく悩める一人の人間としてその葛藤だったりとかそういう人間らしさを失わずに演じていけたらいいなと思っています。ドラゴン・マルフォイ役を演じます宮尾俊太郎です。稽古でその海外のクリエイターの方たちが一体どういう作り方をするのかっていうのは楽しみにしてるんですけども、かなり決まり事は多いのではないのかなという想像はしてるんですけど、まあ、そこを一緒に、ね、なんかやっていくのは楽しみにしてます。いや複雑なキャラクターだなと思っていて、これきっと演じる上でも老いたちの部分ですとか子供がいる父としてのキャラクターっていうのがやっぱり自分にはない経験のところから想像で作っていかなければいけない部分が多いと思うの でそれがまだ持っていない子供への考えとか愛っていうものはやっぱり難しいだろうなと思っていますね。スコーピウス・マルフォイ役を演じます門田壮大です。ずっと一緒に育ってきた映画というかずっと追っかけてきた作品だったので、俳優を目指したので映画が好きっていうのもあるんですけどの始まりかもしれません。スコーピウスが考えるのが得意なんですけど考えるべき時に考えられないちょっとおバカで情熱的なところがあって少し僕と似てるかなと思っているので、そこをうまく僕を使っていけたら、エラ昆布食べたいって僕ずっとちっちゃい頃から妄想していたので、水の中で自由に泳げるのはすごく憧れていて、今回それ飲めるみたいなんで夢叶いました。はい。スコーピウス・マルフォイ役を演じます斉藤理央です。小さい時から映画をずっと見ていて、11歳になった時とかに手紙が来ないかなとか、憧れの世界っていうのがすごいイメージが強くて、本当になんか軽く脳内再生できるぐらい見させてもらってます。ドラコ・マルフォイが優しくというか息子に対しての愛が強いなっていうのがすごい印象的ですね。そうですね、スコーピウス自体は孤立してるんですけど、その中でも楽しく笑顔で常に振る舞っている明るい子供なので、実際は、ね、いろいろ思うところがあると思うので、その内に秘めたものとかもしっかり感じながらアルファスとかと一緒に演じていけたらなって思ってます。はい。この作品は長く愛されてきた作品で、その作品を日本で日本人がやるっていうのはとてもハードルの高いことでもありますし、でもそこのハードルを超えられるようにしっかりと準備をしていい世界観を皆さんに見ていただけるように頑張っていきたいと思います。長い期間公演しますので、本当に街の一部の楽しみとして何度も足を運んでいただけたらなと思っています。またあの世界にお客さんと演者と一緒にあの世界に一緒に行けたらなと思っています。生で目の前で起こる呪文を体感していただきたいなっていうのがすごいあるので、直接見に来ていただけたらな。舞台ハリーポッターと呪いの子、ぜひご覧ください。劇場でお待ちしています。